エウーゴ、ティターンズ、アクシズの三つどもえの戦いはコロニーレーザーをめぐって最終決戦へ持ち込まれる。レーザーを狙うシロッコとハマオ、守るクワトロとカミーユ、ジャミトフとバスクを葬った反面、サラとレコアを失い後がないシロッコは自ら作り上げた最強モビルスーツジオで最後の戦いにかける。はい、エウーゴがこちらの艦隊に向けてコロニーレーザーを使おうとしているようです。当然の流れだな。あれの威力は絶大だ。だが私がやらせはせん。ジャミトフ閣下、バスク大佐なき今、ティターンズを救えるのはタイだけです。お願いします。ジオで出る。アクティブスキルを設定してください。この設定で出撃します。死にに来たか、シャア。向かったな、シャア。こんなところで打ち当てる己の身を呪うがいい。そうかな。道を誤ったのだよ。まだだ、まだ終わらんよ。エウーゴ、ガスは先祖フリップス2、エネルギー臨界。今撃たないとターゲットが逃げます。艦長、分かっている。みんなが逃げ出すまでそれまでは待つんだ。
新しいカードをゲットしました。新しいステージが追加されました。